当日こう。もしかしたらにモノマネ公認をしてくれた偉大なランナー設楽悠太選手、その悠太選手が大会で使用している最新シューズがプーマファスト R ニトロエリート。そっくり芸人として入手する使命感に駆られるもしかしたらだったが、3月1日に発売と発表されたものの、国内30足限定という衝撃の激レア度だった。これはそんな激レアシューズの物語である。どうも、ポップライン萩原です。帰ってきて急遽ちょっとカメラ回してるんですけども、時刻がこちらですね、2月の25日金曜日の22時38分っていうことなんですけど、ツイッターの方で陸上の情報や靴の情報を教えてくれるイリエッティさんという方がいまして、その方から DM 来てまして、ステップスポーツの東京本店でなんとファストRニトロの予約が開始されたと。こちらですね、こんな感じでステップスポーツ東京本店さんのインスタグラムの方に、載ってましたよと教えていただきまして、イリエティさんに明日朝一で電話しようかなと思ったんですけど、もう東京本店さんの方に突撃しようかなと思いまして、明日朝一で開店と同時に、もしかしたらの格好でちょっと行ってこようかなと、はい、思うので、2月26日の土曜日9時58分10時なんですけど、11時にステップが開くんで、もしかしたらになり、さすがにねこのランパンランシャツで行くとあれなんで、ジャージを着て行きたいと思います。さあ水道橋着きました。そろそろ着けそうなんですけど、実はねステップスポーツ東京本店さん多分初めて来ます。こちら見えますかね、こんなあれなんですね、すごい東京ドームシティの近くにあったんですね、全然知らなかった。わー着いた、絶対変なやつだと思われるな。靴はねディベートニトロスペクタラ、この状態で突撃したいと思いますよ。行きたいと思います。そっくりさんです。あ、そうなんですか。はい、設楽選手のそっくりさんのもしかしたらというもんです。さあ、では今からちょっと入りたいなと思います。じゃあ、さあ、ありますありますね、早速見つけてしまいました。見てください、ファストアールニトロありました。値段ついてないですね、こういう並びで。あ、はい、先生ちょっといいですか。はい、先生こんな格好で。あ、はい、めちゃくちゃ目立ってました。あ、すいません、はい、あ、もしかしたらと申します。店長。はい、店長です。あ、市川さん、よろしくお願いします。これなんですけど、はい、予約開始みたいなのがあったんですけど、はい、どういうことなんですか、予約できる。あ、もうできます予約。え、はい、もうすでに予約できます。発売は3月1日なんですけど、はいはい、それをします。はい、今日ちょっとサイズと確定していただければ予約できます。はい、ゲットできるってことですか。できます。うお、マジっすか。え、じゃあぜひ。あ、ぜひ。サイズ合わせだけしましょうか。はい、サイズ合わせだけしましょうか。あ、サイズ合わせだけ、はい、はい、ありがとうございます。こちら来ていただいて、すいません、いや、え、持ちます。あ、すいません、はい、え、ありますあります。残ってます。はい、常にその格好なんですか。はい、そうですね。あ、そうなんですか。まあ、その直前で着替えてきたんですけど、さすがに電車でこれは変態なんで。やばい、え、いけるっぽいですよ、あるっぽいですよ。え、そう、え、いや、ステップさん最高だな、ステップスポーツ最高。うわ、すごい、5cm で、うわ、こちらです。
顔とか大丈夫ですか、出してるの。あ、全然僕大丈夫ですよ。うわ、あの福岡国際で履いてましたよね、はい、履いてました、履いてました、はい、あと別台の、あ、別台でも別メーカーの履いてました、はい、うわ、これがこれが、うわ、すごい見てください、こんな感じで撮るんですね、もうこんな感じで、こんな感じで、うわ、すごっ、やば、マジっすか、すごい、お、うわ、ぴったり、あ、よかった、ぴったり、めっちゃいい足してます、足だけ、足の雰囲気だけ、足の雰囲気だけ、そういつも言われて、どうでしょう、完璧です、完璧ですか、完璧、よかった。今履かれてるあのリピートニトロと大体同じくらいだと思うんですけど、うん、そうですね、サイズ感は僕 7.5 でこれでリピートで、でファーストアールも 7.5 で、あ、いけます、はい、ちょっと見てもいいですか、はい、ちょっと一応コンコンとしていただいて、はい、立ってください、はい、結構怖い、 OK ですか、うわー、やった、バッチリこれ、え、すげえ、もう予約、予約のものになるってことですよね、はい、お名前と、あ、お名前と、はい、本名で、あ、本名で書きます、はい、それはもちろん、もちろん、やばい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、山田さんが別に行ってます、はい、あ、じゃあ、あとお金を持って、ま、OK です、やった、これで僕3月3日東京走るんで、はい、あ、そうですよ、ね、はい、めちゃくちゃ完璧ですね、そうですね、だから1週間前だから明日ですよね、明日、雄太選手が大阪で、あ、そうです、これと同じ格好で走って、1週間後に僕 A ブロックで、はい、で、ゲートも1なんですよ、だから、あの、キプチョゲさんたちの後ろに並べるんで、はい、OK、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、さあ、ということで、予約完了しました、まさかの購入できるっていう、これで、東京マラソン設楽悠太選手、そっくりさん、もしかしたらの完全体で走ることができると思います、ポップライン、ポップライン、さあ、ということでファーストアールニトロエリートを無事ゲットしました、本当に嬉しい、マジで嬉しいっす、最高です、もうこれで東京マラソン頑張りたいと思います、設楽悠太王に俺はなる、君とガーボロー